したこの日の興奮を思い出して仲間たちと語り合う、そんな平成27年のレースでありますように。スターホース引退の花道、大ブレイクイヤーの締めくくり、3歳の祭りは、そして名伯楽の最後の挑戦は、それぞれの希望の光が焦点を合わせる千葉県船橋市中山競馬場です。実況席をご紹介いたします。解説岡部幸男さん、安藤克美さん、そして競馬エイト松本博さん、ファンの期待にもちろん応え続けるお三方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて岡部さん、はい、有馬記念の一番人気というのはどうなんでしょう。他の G1 でのプレッシャーのかかり具合やっぱり違うんですか。あのジョッキー冥利ですよね、はいはい、大注目のレースですから、騎手はもう本当にこのレースに乗れるっていうことだけでももう、はい、名誉なことですからね。そして安藤さん、はい、ピンクの帽子の1着ゴールというのはダイワスカーレット13番ゼッケン以来ないわけなんですけれども、はい、その辺ジョッキーの意識としてはこれ外枠からの発想はどんなことを考えてなんでしょうか。そうですね、外枠でもね、先行する足が速いまだはこれは関係ないですね。なるほど、はい、そのあたりジョッキーもですね分かっているという中、それぞれのこの後のスタートに向かう思い、どうなんでしょうかね。スタート地点には立本アナウンサーがスタンバイしています。各馬の様子伝えてください。はい、注目のゴールドシップからなんですけれども、やはりこの中山競馬場が合うんでしょうか。とても落ち着いているように見えます。力もみなぎっているように感じますね。内田ジョッキーが時折馬体をポンポンと、なでに叩いて、よろしくなというそんな雰囲気になっています。ジャパンカップの時に比べても非常に落ち着いているように感じます。そしてラブリーデイですが、こちらはいつも通りしっかりと一歩一歩踏み込むように乗りをしていますね。状態良さそうです。そしてちょっと気になるのが北三ブラックなんですけれども、少しテンションが高いかなと、時折駆け足になるなというそんな印象があります。そしてワンアンドオンリーなんですけれども、こちらは非常に立派に見えました。さあスタートから各馬の様子伝えてもらいました。ひろしさん、はい、有馬記念のまとめで言いますと、ひろしさんはサウンズオブアース絶好調ミルコデルーの騎手に、これ20までです、うん、はい、まあ重賞未勝利馬ではあるんですが、ジャパンカップ5着の内容は、はい、ちょっとかなりこうロスの大きい競馬の中は接戦の5着なんで、一番強い競馬をしたのはその馬かなということで、もう一回注目してみたいなと思ったんですけど、ね、なるほど。さあ会場内ではスターター、スタート台へ向かって歩き出して、これから今年最後の G1 ファンファーレを待ちます。中山競馬場です。
さあそして先行争いに移っていきますが、緑の帽子両党北さんブラックエアファル、内の方から7番の3連勝中ゴールドアクターが上がっていこうという中、そしてその後ろには9番のサウンズオブアースミルコ・デムードがつけました。そしてピンクの帽子15番ゼッケンゴールドシップ内田博之ジョッキー、一番後ろからこの前の15頭を見ながら今最初の正面スタンド前へと入ってまいります。緑の帽子サンサイバー主導権を握ります。北サンブラック、そしてディアファル、その後ろに7番のゴールドアクターが続いています。そして黒い帽子4番ゼッケンラブリーデーは7番手8番手というところ、最初の大歓声が16頭を1コーナーに向かって今送り出しました。ゴールドシップは前の馬を見ながらじっくりと一番後ろでレースを進めていきます。さあ1コーナーのカーブを過ぎていって11番の北サンブラック先頭、そして12番ディアファルが続きました。内から7番のゴールドアクター、その外を通りましてサウンズオブアースです。16番マリアライトが続きます。そして4番ラブリーデーです。その後ろには5番のアドマイアデウス、そして2番のヒットザターゲットが続く、3番ラストインパクト、13番のルージュバック、3歳牝馬の挑戦があります。ワンアンドオンリーがいて、その後ろにはダービーフィズ、さらにはオーシャンブルー、10番の当選レーブ、外から足毛の馬体がゴールドシップが動き出す、その後ろにはアルバート、さあもうここは一気に外からまくりを見せる内田博之、中山コース秘策がありますと語っていたゴールドシップの早めのスパート、早くも4番手ぐらいまでその馬体を押し上げていった。しかし内の方では11番の北サンブラック、その前にはマリアライトがいて、その後ろまで上がっていったゴールドシップ、最後の直線に入ってまいりました。ゴールドシップラストラン、懸命に虫を使って内田博之相場を促す。しかし前の方では北サンブラック、マリアライト、そして7番のゴールドアクター、ここでサウンズオブアースが突っ込んでくる、抜け出しているのはゴールドアクター、そしてサウンズオブアース、勝ったのはゴールドアクター。なんと主役はやっぱりゴールドアクタースクリーンヒーローサック4連勝でこの夢の舞台を制しました。これは驚きの主演団優勝、ゴールドアクターです。ビビリ拳とともに吉田隼特集、大観衆その歓声をため息に変えた2分33秒0の勝ちタイム。最後のゴール板の争いには外から9番のサウンズオブアース、しかし7番ゴールドアクターです。まだまだ中山競馬場がどよめいています。そしてそんな中、道中最後方から3コーナー手前まくって上がっていったゴールドシップのラストラン、その思いは届きませんでした内田博之。